このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしますこのチャンネルは空想立体工場がお送りいたします 偶像造形職人ヒロでございます本日もお昼の間ご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はいつも動画を紹介している私の作業場作業場に置いてあるこの大きなゴジラこのゴジラの作り方このゴジラの作り方について今回ちょっとお伝えしたいと思います。で以前ですねさらに詳しくこのゴジラの作り方あと何でこのゴジラを作るようになったきっかけ その作るきっかけとかですね細かいのはパートワンパートツーパートスリーと3回に分けて語ってますのでそちらをご覧くださいはいということでまずはですね、えー、このゴジラの大きさをですねいろんなものと見比べてみてもらいたいんですこちらバンダイの京本コレクションウルトラマン約全高40センチぐらいあるんですねでこれと比べてもこのゴジラの大きさよくわかると思いますそしてこのプライズ品のガメラこれもですね、えー、30センチぐらいあるんですけど。 えー、比べるとと大きいかなと私の手です私の手と比べてもこのパーツ、足、このゴジラのサイズ感がわかるかなと思います。でこちらもですね実際の人間と、えー、組み合った部分の写真です。えー、私ですね。まあ、作業場で人間が2人いるような状態になっています。このぐらい大きなゴジラ、早速このゴジラの作り方をご説明したいと思います。はい えー、大人サイズのゴジラの作り方これですね、えー、実は怪獣のビニール人形エアーで膨らますビニール人形が元の素体になっています、まあ、これを改造して作るわけですねはいでまずですね、まあえー、制作費を抑えるために身近な材料で作ることにしました、えー、新聞紙を使ってこの新聞紙でですねゴジラ独特の筋肉質な体をお新聞紙を盛り付けて作ってますそして、えー、ゴジラの新聞紙、えー、筋肉を表現した新聞紙の上に ラテックス1キロ3 0 0 0円ほどで買えるラテックスあと、えー、半紙ティッシュペーパーこれを締め込ませたものをですね貼り付けて、えー、皮膚を作っていきますそしてこのラテックスが乾いたらティッシュペーパーとか半紙を丸めてラテックスにつけ込んでそれを一個ずつ貼っていくんですねこれは要はゴジラの独特のごつごつした、えー、体の表現それを 表すためにもう一個ずつもう何百個何千個とコツ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 と丸めたティッシュペーパーを貼り付けていきます。はいで乾いたらこの手ですね。映、えー、っているようにあの軍手をゴジラの手の代わり。えー、ゴジラ四本の確か手だったので、えー、軍手四本にして指を四本にしてくっつけてます。でこれが乾いたら今度顔を作るんですけれども、えー、石粉粘土で顔の土台を作ります。で盛り付けていってこれが乾いたら。 大ままかにこののゴジラの顔を作っていきますで今回この積粉粘土で私のオリジナルのゴジラのイメージで作ったんですけれども、えー、実はですねこの後乾燥中に目から下落ちまして、えー、本当は作りたかった顔の形にはならなかったんですが、まあ、しょうがないですね時間もなかったのでそのまま作業を進めました、えー、顔が乾いたらですね同じようにラテックスを貼り付けてで粘土であらかじめ作ってあったパーツを後ではめ込む作業でこの仮はめをして えー、どんな感じかと。で、これ、えー、夕空に浮かぶシルエットかっこいいですね。そして、えー、ラッカースプレーの黒で塗装をします。もうこれはもう缶スプレーです。ホームセンターで売ってるもので、もうバン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 、何も考えずに、とにかく真っ黒に塗る。で、えー、これは中はもう空洞になってますんで、この後塗装が終わったら、各パーツを後ろからはめ込んでいくという作業になります。で、このパーツは、石粉粘土であらかじめ爪だとか、 眼球を作るんですけど眼球はホームセンターで売っている木の球体を真ん中でスパッと切ったものをそれを塗装しています。でこれからエアブラシでパーツの塗装です。まあ、エアブラシでまあ血管の表現だとかちょっとリアルなぼかし生物感のあるものそういったのをまあ今回のパーツ色に塗ってますね。えー、この竹の子のようなものこれは一応ゴジラの足の爪になります。でこれはゴジラの下なんですけれどもアルミホイルで えー、ラテックスをコーティングしたもので作ってます。えー、下顎ですね。で、歯も一本一本作ってます。まあ、要は入れ歯のような状態のパーツを作って、あとではめる感じですね。だんだんこうリアルな感じになってますね。まあ、やっぱりこういった作業は、エアブラシ非常に便利ですよね。で、これは手の指の爪になります。ということで、今、大体のパーツが完成したところです。さて、お次は、えー、ゴジラ特徴のある、まあ、ゴジラの背びれですね。 特有の背びれこれも同じようにアルミホイルで一個一個作ったものを塗装していきます。これもまあ根気のいる作業で一個ずつ作っては色塗ってという作業ですね、はい。でこれ塗装終わったものでこれをですね背中に取り付けるんですけど背びれはマジックテープで脱着可能になるように作ってます。えー、ざっくり色が塗った段階でもゴジラっぽくなってますね。これうわ 上の歯が入ってないんですんでちょっと可愛らしい感じになって私個人的にはこっちの方が好きだなと思ったんですけどしっかり上の歯茎入れ歯もつけました、まあ、いかつい感じになりますねでこの後真っ黒だけだとちょっと雰囲気がないので、まあ、水彩用のグレーで陰影をつけて凹凸のメリハリをつけて雰囲気を出したともうこの段階でかなりもうほぼ完成です、えー、各種パーツを取り付けて、えー、今回この人間サイズの大人の人間サイズの巨大なゴジラを を作ることとができましたともう簡単にざっくり、えー、写真のスライドとともに今お送りしてますが本、まあ、本当当にに作るの大大変変だったたんでですよねしこれあのやっぱり作ってですね思ったのがこの光の角度とか、まあ、光の当て方光の種類で写真の撮る角度によってゴジラの表情が見え方変わるんですよ。なので個人的にこう好きなゴジラの表情とかあの怖いなっていう顔だったりいろんな表情を見せるんですね。 あのなかなかあの面白いなと思って作っまあ写真撮ってましたということで制作費3万円、えー、制作時間は4か月かかりましたねはいということで簡単ではありますが大人サイズのこちらの作り方をご紹介いたしました、えーまあ、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございましたまた次回広の間よろしくお願いいたしますそれではこのチャンネルは空想を形にする「 空想立体工場がお送りいたしました。